ライダーの中村純子の中ちょっといます。本日の皆様どうぞよろしくお願いいたします。と思うんですけれども、まあ、皆様ね、多分こちらの会場にいらっしゃってる皆様は、普通の方よりもとてものんべえの方が多いと思ってますね。お酒好きの方がたくさん集まっていると思います。まずは1杯目のカクテルなんですけれども、ジェームスボンドマーティーニというカクテルを作らせていただきました。シェイクで作るカクテルですね。映画の007にも出てきましたカクテル1杯を作りいたしました。で、ワーキングフレアといいましょう、お酒がたくさん入った状態でカクテルを作るという技法で1杯を作りいたしました。そしてですね、これからはですねカクテルショーをやらせていただくんですけれど、皆さん多分ねフレアカクテルショー知ってる方がほとんどかと思いますので、ね、多分知ってるかと思います。じゃあですね、みんな見たことあるよって方どれぐらいします？ありがとうございます。じゃあ初めて見るよという方、拍手。あれ、たまんないですね。じゃあですね、こういったお酒の入ったボトルやシェイカーを投げたり回したりしながらカクテルを作ってまいりたいと思うんですけれども、実際に本当に美味しいカクテル作れるのっていうことをよく言われますので、今回はですね、いろんな技法を交えながらカクテル作ってまいりたいと思います。まずは1杯目シェイクでカクテルを作り出しました。そして次はですね、フレアカクテルショー、ちょっとボトルをたくさん投げたりしてね、たくさんのカクテル作っていきたいと思うんですけれども、あとですね、スローイングという技法を使ってカクテルを、ジンベースのカクテル作っていきます。そして私は横浜から来ましたので、バンブーというカクテルをステアで1杯ちょっとね、変化させながらカクテル作ってまいりたいと思いますので、ぜひ皆様楽しんでいただければと思います。盛り上げていきましょう。お願いいたします。はい、招待。Woo!
き上げたり下ろしたりしてきたんですけれども、見ていただければお分かる通り、実はカクテルが最初の一杯しか出来上がってないんです。ここはですね、ぜひ皆様のお力をいただきながらカクテルを完成させたいと思います。それではご注目ください。Time.